やつでしょこれ、うん、胸の谷間をこうやって出してさ寄せて、うんうん、やだよ、うん、前もなんかどっかで番組一緒になった時に言ってたかなんかだけど言ってたんだっけな、うんうん、その時になんか女子アナっていうね女子アナ出身だから、うんうん、この評価が高くなるっていうかこの人気が出る、うんうんうん、そこをうまくつやっぱ考えてるのがなんか嫌なんだよねだからこれもそうだ、うん、計算高いには決まってるじゃん、芸能界に入る人って。まあまあ うん、その、もちろん計算高くなかったら売れらんないんだから。まあ、生きていけないよね。だからその計算高さを見せないことがプロじゃない。そう。で計算高いよなって言うと、必ず反論してくるのが、うん、いや、だってみんな芸能界なんて計算高いのは当たり前だ。何ちゅうこと言うんですかみたいなこと言ってくるんだけど、うん、見せちゃうからね。計算高い。そこを隠さないといけないんだよね、本当に。それをこのね、言っちゃうんだよ。自分の戦略的なものをさ、バンバン。うん、よく似合ってますよね。そうだね。今似合ってるか。似合ってるかどうかわかんない。ね、それはわかんないよ。そうなんだよ。こういうのは本当に最近やばいんだよね。うん最近こういうのちょっと飲み始めるとすげえいじめたくなっちゃうねこういう子。ああ飲んだらそうかもしんない。こういうね飲んだらなんかもう俺腹立ってきちゃって。そうだろうね。でも、うん、それはなぜ冷たくなるかっていうと、うん、多分この瀬山あたりはプライド高いから、うん、それ言ってることをああいい子だね。まあ、うん、そんなにやっぱ考えてやってんだプロだねって褒めてたらすげえ簡単にやれると思う。うん、まあ、うん、そうか、そうか。まあ、そういうさ、俺の一歩上を行く男ってもいるから、こんな子褒めたきゃいいんだから、みたいな。うん、まあね、うん、そうだよ。でも俺は絶対許さないよ、飲んでたら。許さない。許さない。うん、確かにね。うん、で負けず嫌いだから絶対来るでしょ。そう、言い返してくるからな。まあ、言い返してくるのもいいんだけどさ。いいんだけど、なんかちょっとね、ちょっと嫌な感じだよね。これはまあ、悪魔の顔だな、これ。そんなことないですよ、ね、だよ、うん、ブログかいい、ねうん、やってるなブログ、うん、ブログって何たくさんでやるとなんかそういうなんか広告料みたいに入ってくるんだっけそういうのが特にないと思いますけど、うん、なんでこういう写真を載せるのかなと思ってさ、うん、なんかあれだけはなんかさ俺の中ではすごいグレーゾーンなんだよね、うん何そのブログの収入とか、うん、収入でしょなんか、うん、ブログでなんかよく雑誌で見ると書いてあるよねだけど雑誌が書いてあることなんて信用できないだろでもなんか何々は月何百万ブログだけで月何百万みたいなさ、うん、あれやったことがないから知らないだけ俺たちってうん、うん、やったことないし、うん、周りに芸人とかいないのかい、うん、あ渡部さんとかやってる渡部さんとか全部やってる人その全部さ結構やってるはずだよね、うんもげてんのかな。こんなねえ、実際のこれは。さあこのニュースはどうでしょう。まあ、クソでしょこれは。これはクソですよ。そうですか。うん、さあ続いてここから記事はないですね。うん、クソメンクソガール記者が送ってくれたやつですね。はい。ラジオネームミルクココア記者が送ってくれました。鈴木福ブロッコリーを衝動買いする。すごい。子役の鈴木福くんがブロッコリーを衝動買いしたことが明らかになった。福君は自身のブログでこの日妹とキックボードに乗って友達の家に届け物をしに行ったことを報告、うん、その途中で野菜の無人販売機を見つけてブロッコリーを衝動買いしたそうであるなぜブロッコリーを買ったのかは謎だが無人販売機にテンションが上がった様子を見せた福君であったあーなるほどうん。かわいいねかわいいかわいいかわいいじゃない無人ねだって妹とまずキックボードに乗って友達の家に届け物をするっていう福君も子供なんだなと思うよね。結局ね。ね。そんなことしてんだよ。そうだよ。あんなこういう世界でさ、大人とね、なんかね、うん、渡り合ってさ、ね、結構大人っぽいじゃん、言動とかも。うん、ちょっとやっぱここで大人っぽいってことでかね。ブロッコリー衝動買いっていうね。まあね。子供が買うもんじゃないよ。なんででしょうね。ね好きな形かな。形かわいい形。形が、でもなんかやだね、それをブログにやってるのが。ブログに書くために買ったっぽい。俺はそういう。子供なのに。子供も容赦しない。いやいやいや、だけどほら、そのブログ。子供も容赦しないね。絶対それあると思うよ。ブログ今日ネタがねえなって感じで、あ、これ買った。ブロッコリーっていうのが、なんか狙ってる感があるね、そこで。響き響きで。子供の大好きな響きじゃない、ブロッコリー。そうなんだ。それはなんかブログ用にやってる感が見えちゃうと。
なんか俺やだな。このニュースはどうですか、うん、そうだね、だから。そうですか、うん。うん。はい。続いてはね、茨城県、居酒屋店主。うん。ね、クリス松村番記者。うん。送ってくれました。クリス松村、謎の行動が話題に。番記者として、クリスのブログをくまなくチェックしている記者であるが、不思議な部分を発見、うん、それは先日オールスター感謝祭に出演中に関わらずブログを2回も更新したこと、うん、ただいまオールスター感謝祭に出演中ですと文頭に書いたブログを2回も書いていたのである、うん、あの番組は長丁場の生放送でも有名だが、うん、その最中にブログを書いているクリスはどうやって書いていたかがすごく気になるところ、うん、オールスター感謝祭に出演中に関わらずブログを読んでる人には感謝の気持ちを忘れないクリスはクリス感謝祭を近いうちに開催するのではないかと記者は思うのだ。まあ最後うまいけども、すごいね、あれ感謝祭か、確かにね、ブログ、うんうん、で休憩時間あるよね、あるあれね。あるある。でもそこで行けんだよね。うん、長いから休憩時間あるんだよね。うん。うん、あれみんなでご飯食べるやつとかね。うんうん、あそこ確かできる気がするな。そうだね。あ、さあ、この記事は。はい、そうです。はい、はい。こんな感じのしょうもないニュース募集します。あてさ、あてさきは夢番号 107-8066TBS ラジオ木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ。クソステーションの係、メールの場合はメガネアットマーク tbs.co.jp です。木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ。さあね、ここでメガネビーキといえば、うん、はい、まあ、突然結構大物ゲストがやってくるなんていう、うん、なんかね、ことでも有名なんですけどね、はい、今日もなんとね、うん、こんな方